おはようございます。今回は頑張らないで楽しんで作る3日間の食事を紹介します。どのレシピも本当に簡単で栄養たっぷりなので、ぜひお試しください。ちなみに今パンケーキを焼いてます。休日はいつもより時間があるので、だいたいいつもパンケーキを作ります。はい、それではスムージーを作っていきたいと思います。オレンジ、キウイ、リンゴ、そしてバナナも入れていきます。最近このビーダを朝ごはんに取り入れて健康を意識しています。はい、できました。美味しそう。ここでなんと生クリーム。はい。寝起きの決め顔です。いやー、なんで笑ってるんでしょうか。おいしい。さっぱりしてて飲みやすいの。本当、うん、イエーイ。おいしい朝ごはんで一日をスタートします。がっつりアンパンマンが聞こえますが、気にせず進んでいきましょう。バターをたっぷり入れて、キノコができるだけしんなりするまで炒めていきます。そしてホワイトソースを作っていきます。ここもね、牛乳じゃなくても豆乳でも大丈夫です。好みのね、とろさが出るまで牛乳を足していきます。はい、次は副菜を作っていきたいと思います。ニンニクとアンチョビが最高にマッチしたブロッコリーの炒め物を作っていきます。これはお家で採れたブロッコリーなんだけど、とにかくブロッコリーがしんなりするまで炒めていきます。はい、それではね、豆乳、こんなに美味しそうにできました。もちもちなニョッキとマッシュルームのクリームソースが抜群に合っていて、本当に美味しかったです。まあ、リゴサスとキノコ、キノコ、ユーマが好きなやつ忘れた。このクタクタになったブロッコリー本当に美味しいのでおすすめです。はい、子供たちも全部完食してくれました。嬉しい。はい、それでは夜ご飯を作っていきます。今日は鶏肉です。ポイントはこの乾燥バジルで香りを足すことです。両面に味付けをして、小麦粉を振って、多めに振ってね、焼いていきます。バターとオリーブオイルで揚げ焼きみたいにしていきたいと思います。うん、美味しそう。わー、いい焼け目ですね。香りも抜群。漬け野菜としてお昼のブロッコリーとトマトとキャベツのコンソメスープです。美味しそう。食べます。はい、本当？めっちゃ柔らかい。よかった。うまい。寝起きなのでとっても無口ですが、おはようございます。今はとにかく無心でフルーツを切っていきます。2日目の今日はバナナスムージーを作っていきます。オーツ麦のミルクと牛乳を半々で入れていきます。そしてこのビーダ、これを入れると本当に腹持ちも良くなるし、便通も改善されました。こんな感じです。そしてイタリアの朝ごはんに欠かせないコーヒー。
さて盛り付けていきましょう。今日の朝ごはんです。美味しそう。最近ね、朝ごはんにこのビーダを飲み始めてから本当に便通が改善されて、ジョニーから痩せたって言われちゃいました。本当におすすめです。ちょっとこのジュース味見してみて。スムージュいいね。甘い。本当？うまい。何入ってるの？このビーダってやつとバナナと、あとアベーナのミルクと。美味しい。初スムージーのジョニーも大絶賛。なんかもちもちって感じ。もちもち。なんか美味しい。でも本当にミルクと割ると食感がもちもちっとしてて最高でした。クレートも？クレート食べて。もちもち。これで10個入ってて 1.5 ユーロだったの。安さにびっくりする。いくね。うん。うまい。1.5 ユーロだとするとうまいよ、マジで。だよね。そんな安く感じないでしょ。うん、クリームも甘い。うん、よかった。食べてみる？うん、食べてみる。え、くれないの？あ、これ？うん、自分で。はい、それではパンを作っていきたいと思います。最近のストレス発散方法でもある私のパン作り、これが黄金レシピなので皆さんもぜひ真似してみてくださいね。手にくっつきやすいので私は全部ゴムベラでやってます。軽く混ぜたらオイルを足してまたさらにゴムベラでこねていきます。ある程度混ざったら発酵させます。2倍になったらまたゴムベラでまとめてを2回繰り返します。続いてはランチです。畑で採れた人参がたくさんあるので、このシンプルで美味しい人参の炒め物を作っていきます。これはジョニーのママから教えてもらったレシピで、途中でお水を加えてじっくり煮込むことが大切です。はい、昨日のニョッキでフリッタータを作っていきます。余ったパスタとかニョッキとか次の日にこうやってフリッタータにすると本当に美味しくなってとってもおすすめです。今回はチーズも入れて濃厚な仕上がりにしてみました。最近このニョッキとかパスタ入りフリッタータにハマってて、わざと多めにパスタもニョッキも作っちゃいます。はい、できました。美味しそう。いい香りがしますね。食べたい。ジョニーとユーマが何か話してます。はい、お昼ご飯の完成です。キャベツのコンソメスープも添えています。はい、お味はいかに。うまい。もちもち。ユーマとパンを仕上げていきたいと思います。手
手を使う作業は大人にも子供にもとってもいいので、できるだけユーマとも作るようにしてます。魔法、うん、やって。おいしくなーれ、おいしくなーれ。18に18。この18の意味は誰もわかりません。おいしくなりそう。ユーマの魔法で。わー、本当にユーマの魔法で美味しく出来上がりました。最高18。夜ご飯はこのスズキを使っていきます。いつもはオーブンで焼いてるんですけど、今パンを焼いているので、今日はフライパンで焼いていきたいと思います。フライパンでもね、すっごく美味しくできました。日本のママから送ってもらったこのアルミホイルで焼いていきます。はい、今日のご飯、ジョニーの顔に注目。行くね、うん、うわ、ダメだ、熱いの、熱すぎて、ふわふわだ。どう、うまっ、うん、よかった。懐かしい味がする。リエはお魚をおかわりおかわりおかわり。おはようございます。最終日は昨日作ったこの丸パンでジャム入りとヌテラ入りのパンを作っていきます。おはよう。今日はヨーグルトにビーダを足して食べていきたいと思います。このビーダは本当に青臭さとか全くなくて、フルーティーで本当に食べやすくて美味しいです。腹持ちもいいので、私はこれだけでお腹いっぱいになっちゃいました。あ、全部食べた。まだ寝てますか？おはようございます。今日はジョニーがいないので手抜きランチ。この無印のカレーが美味しくて、よく日本から送ってもらってます。きゅうりの浅漬けも足していただきます。ママもいただきます。美味しい。ママのも美味しい。クリーミーだけどちょっと辛いわ。はい、夜ご飯は子供も大好きな肉団子のトマト煮です。サフランライスは炊き上がりにバターを足すととっても美味しいです。肉団子を作っていきます。イタリア語で肉団子はポルペッテって言うんですっていう豆知識。イタリアの味に近づけるためにトマトソースはかなり煮込みます。水を足しながらゆっくりじっくり煮込むのがポイントです。肉団子もパン粉をたっぷり入れてふっくら仕上げました。玉ねぎを軽く焦がしていますが気にせず混ぜていきます。火をかける前に肉団子を全部並べていきます。はい、それでは強火で焦げ目がつくまで肉団子を焼いていきます。ジュージュー美味しそう。そこにこの煮詰まった濃厚なトマトソースに絡めていきます。ママ、このサフランライスは炊き上がって味を見て薄かったら軽く塩を入れています。うん、子供も大好きな肉団子が完成です。
ユーマもリエも肉団子もそうだけど、このサフランライスも大好きで完食しました。どう？